いしょよいしょよいしょ、もうなんかタケノコがあるやん。またき安いね。あ、ビワがある。あ、ちょっと間もなく左方向です。山の中やな、ログハウスあし。左方向です。あー怖いね、なんだこれ怖かったね。右方向です。アジサイ祭りって書いてる。おー綺麗だね。上にもありって書いてる。急だなこれ。すごいかわいい、これいいね。人の足みたい。インスタ映えするとこ。綺麗、こっから見ると銅板みたいな屋根だね。雨降りだした。宝船固定。お、左見てよ、左。何食べてんの？さつまいも食べてんの？いや、真っ白だね、ほんと。おーい、尻尾振りや。白いのね。でかっ。何？2匹、飴玉が大好きって書いてる。餌の袋に入ってるキバ、これオスかな。ほんと白いね、皮膚も白いんだ。白くん、サビサビだね。すごい綺麗。
すごい、こんな間近で見れるんだ。すごいね。ここで回転するってこと？よく考えたね、これ。12まであるんだ。12車両入るってことね。いやーでもこれすごいわ。よく撮ってるわこれ。夜綺麗やろな、ライトアップして。こういう風にすればその廃墟もなかなかいいもんだね。うん。何？シラサギ？土壌かなんかおるんかね。カエルか。うん？かわいい。スズメの戸締まりの聖地ですっては書いてないんだね。になるわ。まあ、遠目で撮った方が。機関庫駅って書いてあるもん。そうだね、ミニ SL かなんかこの中に入ってんじゃない。はいはい、結構線路あるもん。かわいい機関庫ミュージアム。レールがかわいいな。めちゃくちゃちっちゃいんだけど。で、機関庫もあるじゃん。回転台もすごい。
楽しいよ。あ、ここミュージアム。すごい、ちゃんと回転台作ってる。はい、進撃の巨人は。プラ板？プラ板体験。え、プラ板でこんなの作れるの？すごいね。いいよ、これかわいい。ここは聖地だから結構人が昔よりは来てんじゃない？すごい。すごい、国旗掲揚台になってる。はいはい、行ってらっしゃい。すごいね。